ここ和歌山城では桜が満開を迎えました。多くの人たちがこの綺麗に咲いた桜を楽しんでいます。これは英会話教室で開かれたお花見ランチ。ここ和歌山城では先月から桜祭りを開催。夜10時まで入場することができ、夜桜を楽しむことができます。春らんまん、年に一度だけ巡ってくるお花見シーズンがいよいよ到来です。今情報が入ってきまして、万博記念公園、なんと2万人入場者が超えたということなんです。土日ピークで5万人ほど来るということなんですけれども、